って感じでしたね。はい。Really want my way. I wave. I wave. I just football radio. Let's play favors. Wow. どうも、IG でございます。本日なんですけども、バルセロナ、アトレティコ、レアル・マドリード、ユナイテッド、この4チームの試合の振り返りを早速行っていきたいと思います。それでは行きましょう。Let's go!はい、ということで、FC バルセロナ、1-0 で勝利ということで、いやー、これは、やっと2位という、ここまで来たかと。いやー、もうほんと、ティンティン政権から見てるこっちからするとさ、今季はまあ、ギリ4位行ければいいみたいな。CL は行きたいよ。CL は行きたいけど、CL ギリ行けたらいいな、ぐらいな感じだったんだけども、ここまでぶり返すとはね、ついに2位奪還ということで、失点数が少なく、シュムベンのね、成績がめちゃくちゃいいセビージャに対して、さすがに何点もね、ポコポコ取れるかっていうと、そんなわけもなく、ペドリがこじ上げてって感じでしたね。まずはメンバーからいきたいと思います。キーパーはもちろん、テオシテユゲン。左から、アルバ、ピケ、アラウホ、ダニュー、アウベス。そして、中盤はペドリ、ブスケス、フレンキーで、左前線はコスモ、オバメ、ブラニーという感じでございました。個人的にはね、コスモじゃなくてメンフィスでいいんじゃないかなとかは思うんですけど、これもなかなか試されることはなくって感じでしたね。ラッパー自身もね、後半から出てきて出番はあったんだけども、個人的にね、ラッパートップだと、いまいちな感じするんだけどね、それはそれでしょうがないでしょう。我らが天空神ことね、LD7 は今回コロナで欠場ということになっております。非常に寂しかったですね。最近ちょっと LD7 足りてないんで見たかったというか、代表フェイク長かったからね。まあそんな感じで試合の流れを振り返っていくんだけど、前半からお互いプレス掛け合ってボール取り合ってみたいな、得点は生まれないんだけどハラハラした展開が続くサッカーでした。どっちかっていうとバルセロナの方が押してたかなって感じはありましたけども、なかなか点が決まらずっていう感じでしたね。コスモが相変わらずコスモしていたというか、枠にね入ることもやっぱり少なく、やっぱコスモしてんなーって感じでしたね。プラニーもね、前半はあんまり良くなかったっすね、正直。プラニーガチャ今回外れかなとか俺は思ってました。で、後半もね、お互いせめぎ合いって感じが続いてたんだよね。コスモはずっとコスモなんだけど、プラニーが割と調子取り戻してきて、いい感じの攻撃を作りつつあったんだけども、それでも決まんねえなと思ってたら、我らがペドキュンがね、ガラタサライ戦で見せたツーフィックからのミドルシュート、あれを決めちゃうんだよね、セビージャのボの相手に。いやー、ペドリあのゴールはマジで本当に興奮しましたね。うおーみたいな感じだったなあ、 あれは本当に良かったな。でね、その後にフレンキーとガビが交代して、でオバメとラッパーが交代して、まあニコとプラオが交代してって感じで、特に何も起こることなく終了って感じでしたね。やばくねみたいなシーンはあったけど、全部テアが止めてくれたんで、そんな振り返んなくていいかなって感じですね。で、プラオがね、交代するシーン、ほぼほぼして終了間近みたいな時間帯だったんだけど、そんな時にね、かつてはブーイングを受けていた彼がね、退場する際にスタンディングオベーションですよ。ワンシーズンでシャビは本当にチーム変えたね。プラオなんてもう本当にもう、いや、中指立てる対象の一人でしたから、そんな彼がまたもやアシストかましたんで、今もうプラニーに関してはアシストランキング2位だからね、こんなん予想できないよね。本当に良かったっすね。うちのね、ユナイテッドから、マルシャル兄さん、まあ通称マル兄こと、まあミラーボールやら、あだ名が豊富な陽キャがいるんだけど、正直悪くなかったっすね。センターフォワードで出てたんだけど、割と良かったよね。ボールを前に運んだりとか、他のやつに散らしたりとか、9番らしいプレーもできてたし、前線からプレスに行ったりはしてましたし、マルシャルがいい感じの選手でびっくりしましたね。ミスしたらやっぱ相変わらずの両手を手に上げるパフォーマンスをやってましたけど、今のユナイテッドにマルシャルいてくれたらなとか普通に思ってしまいました。バルセロナの話していきましょう。バルセロナのヤバかった選手、まずはフレンキー。フレンキーのスタッツ見てびっくりしちゃったんだけど、パス成功率 100% っていうね、100ですかみたいな。キーパスも2つ出して、ドリブルも2分の2成功っていう。で、デールもまあほぼほぼ勝って、インターセプトも2回して、毎回ガビと交代させられるけどね、ガビに経験積ませたいからなんだろうけど、フレンキーもペドリに隠れてめちゃくちゃ異次元だよね。試合中パス成功率 100% ってセンターバックならギリわかるけど、ミッドフィルダーだぜ。マジで。フレンキー化け物だと思いました。途中交代しちゃったけど、お前やっぱすげえと思うわ。で、もう一人。次はやっぱり、ペドキュンですね。メッシかなと思っちゃいましたね、決めた時。思わずこの両手やっちゃいましたもんね、僕自身も。これからのスペイン代表やら、バルセロナを背負っていってくれそうですね。彼まだ19歳なんで、期待しかないよね。
これからも頼むぜって感じで、最後にプラオですね。あのスタンディングオベーションを受けていたプラオ、仕事してんすよね。ドリブル成功は4分の3、キーパスは7、キーパス7っすよ。下手したらブルーノ・フェルナンデス並みにチャンス作ってたんですね。で、決定機も2つ作って、ロングパスも3分の2みたいな。そんな感じでございました。フラオもここまで来ると、契約延長してもいいんじゃないかなとか思っちゃうよね。ここ最近の活躍バック見ちゃうと。あそこまで守備とかに戻られると、さすがにプラオ、このチャンネルは多分プラオのことを一番ディスってる気がするんですけど、だよなプラオ、マジで。なんでプラオは買われたのにユナイテッドの選手たちは買われないんだろうか。シャビとラングニックの差なのか、バルセロナの選手とユナイテッドの選手のメンタルの差なのか、これは分かんねえ。ともかくセビージャ相手に勝ってたので今回で2位になりましたという感じでございます。次はアトレティコ行っちゃいましょう。おいよ、さあアトレティコの試合でございます。アトレティコ4対1ということで、圧倒的勝利って感じでしたね。まずはスタメンから、キーパーオブラク、左からレイニュード、ヒメネス、サビッチ、バルサリコで、中盤は左からレナン・ロディ、コンドグビア、マルコス・ジョレンテ、レマルで、ツートップはフェリオとグリーズマンという感じでございました。ロディからレマルがぶち込んで先制点かと思いましたけども、取り消しという感じでございました。取り消されてしまいましたけども、ロディの攻撃力は侮れないというか、やるなと思いましたね。もともと左サイドバックで入団した彼でしたけども、左ウィングバックだったり左サイドハーフだったりと、お前はもう攻撃やれって感じなんでしょうね。グリーズマンが起点となって、ブルサリコから綺麗なクロスが入ってフェリオが沈めて1点目獲得ということで、10分以内の得点とはなりませんでしたけども、11分にフェリオは得点を決めました。フェリオ絶好調です。下手したらあれだよね、来シーズンバルセロナのペドリ、アトレティコのフェリオ、マドリーのムバッペみたいな感じで、この3人がねラリーガの MVP を争うみたいなのでも面白いかもしれないですね。でもまだベンゼマいるか。で、その後なんですけど、アトレティコはね、外中とボールをね、結構攻めてはいたんですけども、なかなか得点につながらずって感じでございました。まあ前半は割とアトレティコペースだったのかなと、僕自身思います。で、後半なんですけども、選手交代がありまして、ロディとデポールで、レマルとカラスコ、この2人が交代となりました。最初の方ちょこちょこチャンスは作るんですけど、アラベスにどちらかというと攻められる展開が非常に続きましたね。でグリーズマンとスワレスが交代して、スワレスが入ってきました。でスワレスが悪いわけではないんですけども、スワレスが入ってきたすぐ後に得点を決められてしまいました。どちらかというと攻められている状況で同点になってしまったんで、これはやばいんじゃないかなとか思ってましたけども、そこからクーニャがマルコス・ジョレンテと交代で途中出場を果たします。そんでね、クーニャがドリブルでペナルティーエリア内でボールをキープして、相手のディフェンダーがファールしてしまい、いきなりね途中出場してから PK もらうっていう、クーニャの仕事の速さにはやっぱり感動しましたというか、さすが持ってる男だなと思いましたね。そんでその PK をスワレスが沈めて2対1という感じになりました。その後 PK を獲得した後もクーニャはチャンスをちょこちょこ作ってましたね。得点にはならなかったんですけど、でその後コンドグビア、フェリオ、クーニャの流れでいい感じのシュートがあったんですけども、フェリオが詰め寄ってたんでフェリオが押し込んで3-1と。フェリオやっぱやる男ですね。代表ウィークであんまり出番がなかったのにこんなに好調をキープできるっていうのはさすがですね。本当にその後カラスコとか他の選手にもちょこちょこチャンスはあったんですけど、なかなか得点決まることはなく、あれかなと思ったらフェリオ、クーニャからのスワレスで4対1という感じでございました。ラスト15分ぐらいでアトレティコはガンガン得点するね。本気のアトレティコは終盤に強いっす。チャンピオンズリーグマンチェスターシティ戦が楽しみになる試合の終わり方でございました。アトレティコ今季終盤めっちゃ持ち倒したね。シーズン中盤とかは鬼のような連敗を繰り返していたにもかかわらず、ここまでチームが持ち直せたっていうのはさすがシミオネだなと思いました。ヤバカット選手振り返っていきますと、やっぱりフェリオなんじゃないかなと思います。フェリオのスタッツ、ドリブルは全部成功させておりまして、キーパス3、パス成功率 83.9%、下敵1つ、デュエルも8戦6勝で、空中戦も3分の2勝利と、受けたファール3で2ゴールという感じでございました。フェリオ爆発してましたね、本当に。ユナイテッドに来ないかって感じでしたね。で、スタッツは特に目立ったのはなかったんですけど、やっぱりグリーズマンいいなと思いましたね。前線からのプレスだったりとか、ボール運んだりとか、やっぱ何でもできる選手で、しかも守備もめちゃくちゃ走るっていう、その何でもできるっていうところがバルセロナではウィングとかやらされて、できなくはないけど、ベストではないみたいな状況だった
ったんですけども、アトレヒコではグリーズマン自身の何でもできるっていうところが得意だし、できることをいっぱいやらせてもらえてるんで輝いているのかなと思いました。今回得点もアシストもなかったんだけどね。でもう一人やばかったのはクーニャですね。途中出場なのにもかかわらずいきなり PK をもらってアトレティコの逆転に貢献して、そこからもチャンスをバキバキに作ってました。そんな彼のスタッツがこちら。キーパス1、決定機1、デュエル全勝、かつ 1PK、1アシストっていう感じでございました。今回のアトレティコの入団組では一番当たり組だったんじゃないかなと思います。先ほども言いましたけども、アトレティコ対シティがすごく楽しみになるような試合内容でございました。アトレティコ、シティをぶっ壊してくれよ。リバプールにも行けたんだから、もっと行けるはずさ。もちろん配信しますんで、一緒にアトレティコ VS シティは楽しみましょう。じゃあこのままマドリードの方行きたいと思います。ウェイ。さあマドリー、今回のツイッターが荒れてましたね。ヤオチョウじゃなんじゃーって言われてましたけど、振り返り終わった後に感想を話すんで、まあ早速試合の方を振り返っていきますか。まずスタメンの方行きましょう。キーパーはクルトワ、左からメンディ、アラバ、ミリトン、ルーカス、バスケス、そして中盤はトニー・クロス、カゼミロ、ルカ・モドリッチ、前線はビニシウス、ベンゼマ、アセンシオというメンバーでございました。カルバハルじゃなくてルーカス・バスケスだったことが意外だったなって感じでしたね。さあ試合の方振り返っていきましょう。いきなりねミリタオがね、ペナルティーエリアで持った時に相手がバイブス高すぎて突っ込んできちゃって、ファールをもらい PK 獲得と。で、その PK をベンゼマが沈めて1対0。この PK は正直順当というか、相手の選手は暴走気味だったんで、これは八百長とかなかった気がしますね。セルタには攻められ、クルトワが何とかしたっていう展開が続きましたね。マドリーも攻めてはいたんですけど、積みあぐねているというか、ベンゼマがいることによって攻撃はだいぶクラシコの時と比べたら安定感は出てたんですけども、特に面白いことはなくって感じでしたね。そして多分前半40分ぐらいにクルトワが一回止めたんですけど、止めたはずのボールを押し込まれてしまい、1-1という感じになったと思ったんですが、オフサイドということで取り消しになりました。これは別に疑惑のって感じではなく、普通にオフサイドって感じでしたね。振り出しだった感じでマドリーは前半を終えました。そんで後半かな？後半始まってからすぐぐらいにセルタにゴールを決められて同点に追いつかれてしまいました。そこからまあマドリーも泣かず飛ばずな展開が続きまして、61分にロドリゴとカルバハルが交代で入ってきました。早速ロドリゴが仕掛けに行って、ロドリゴが PK を獲得しました。この PK は割と順当だったかなって感じですね。入ってきてすぐ仕事するロドリゴ、さすがだなって感じですしね。ただちょっとアセンシオが情けないっていうのもあるんですけど。で、PK 獲得して、まあ PK をベンゼマがまさかの外すっていう展開で、これは意外だったな、正直。それで同点のままって感じでしたね。で、ニッチもサッチもいかない状況が続いて、メンディがねペナルティエリアで、これはちょっと3つ目は正直疑惑だった気はしますけど、まあ PK となりましたね。これはどうなのかなと個人的には思いましたけども、それまでの2つは割と順当だったなって感じですね。ミリトンとロドリゴのは。それでもまあ審判が決めたことは絶対なんで、そんなに気にしなくていいかなって感じで、でその PK をベンゼマが決めて、まあ 2-1 になりまして、その後も特に大きな動きはなかったような気がします。はい。で、まあ、今回の試合なんですけど、まあ、ちょっと塩にもういらないんじゃないかなと思いましたね。もうロドリゴでいいんじゃないかな。ないし、タケにチャンスがあるんじゃないかなと思いましたね。ゴラスはあるけど、それ以外がっていう感じだから、本当にユベントスがね、ディバラの代わりにアセンシオが欲しいっていう展開になってるんだったら、マドリーは 100% 売るんじゃないかなと僕は思ってしまいました。ミリトンもね、頑張ってはいたんだけども、まあ、微妙っちゃ微妙だったかな。俺が監督だったら、ミリトン育てるか、センターバック新しいの取るかっていうのはかなり迷う感じっすね。それぐらい微妙でした。で、逆に良かった選手はやっぱりクルトワ。クルトワの神セーブのおかげで、まあ今回負けずに済んだなってところはあったと思います。あとはまあ、ベンゼマもやっぱり久しぶりに出てきて、やっぱベンゼマはいないとダメだなというか、ベンゼマいるとやっぱ攻撃に安定感があるなっていう感じでしたね。下手したらね、今回ベンゼマ PK だけでハットトリックみたいな状況になってたかもしれないっていうのは面白い状況ではありましたけど、これで24ゴールということになりました。目指せ30ゴールって感じなんでしょう。あともう一人はクロースですかね。クロース、相変わらずさっきのはフレンキーの 100% と比べたらちょっとあれですけども、相変わらず 94.2% というえげつないパス成功率を達成しておりました。クロスも1分の1、ロングパスも9分の9と、ドリブル成功も2分の2ということで、デュエルも勝率はまあまあって感じでしたね。クロスすごい綺麗なパスはするんですけど、得点に結びつくようなことがなかったんで、今回の移籍市場でね、前線の選手たちが強化されたらクロスもまた生きてくるのかなと思いました。まあマドリーはこんな感じでしたね。試合
内容悪くても絶対勝つっていうのが、結構審判もね土地狂った判断が多かったような気がするんで、マドリーが試合見てないだろう人たちからわー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 言われるのはかわいそうだなとか、まあ、私自身ねクレなんですけども思ってしまいました。かといっては試合内容はね本当に良くなかったんで、チェルシー戦がね若干不安というか負けてしまうんじゃないかなっていう内容で終わりました。チェルシー自身もねブレントフォード相手に4対1と言ってましたんで、どうなるのか、5バックをどう崩すかってところは結構気になるところではありますけども、モドリッチベンゼマあたりがまた大爆発して勝つのか、それともトゥヒル監督がバチバチに対策してマドリーを倒すのか、その辺はまた配信の方で一緒に楽しんでいけたらいいなと思ってます。さあ順位の方振り返っていきましょう。順位の方がこちら、なんとアトレティコ、バルセロナ、セビージャ、この3チームがついに並んでしまいました。いやこれはまあ嬉しいことではあるんですけども、で現在レアルマドリードが勝ち点69で単独首位となっております。まあバルセロナ、セビージャ、アトレティコ3つとも並んではいますけども、バルセロナはねまだ未消化試合が1つありますので、まあバルセロナね多分この調子だったら未消化試合も勝つと思うんで単独2位になるんじゃないかなと。そうなった場合勝ち点が60になりますので、マドリードの勝ち点は9差ということになります。まあ今回の試合みたいなことをやってたらまだマドリーこける可能性があるんで、優勝は諦めなくてもいいのかなとも思いますが、まあさすがにシーズン終盤なんで、いやどうなるか、まあここでマドリーが本当にこけ始めたら本当にワンチャンって感じですね。まあでもバルセロナも気抜けないですから、ベティスがここからまた追い上げてくるかもしれないんで、バルセロナ負けそうな感じないですけども、まあ気をつけて2試合1試合を大切にして勝っていかなきゃかなと思います。まあこれはアトレティコにも言えるのかなって感じですね。まあでもその辺も含めてラリーが終盤一緒に楽しんでいきましょう。それでは最後ユナイテッドの方に行きたいと思います。はい、ユナイテッドということで、まあ、ブルノ・フェルナンデス契約延長ウェイヤーということでね、しばらくねユナイテッドの試合がなかったんで、久しぶりのユナイテッドの試合楽しみだなと本当に思ってたんですけども、ロナウドがね体調不良でいないと、おやおやと、カバーニとかいうね愛国者の方がまた負傷してしまいまして、ユナイテッドで全く仕事をしないで代表でね負傷してしまうと、仕方ないとは思うんですけど、いい加減にしろよと、頻度的にね何考えてんだと、一人攻めるのは違うんだけど、ここまで負傷されるとちょっとねおいって感じになりますよね。これはグリーンウッドも悪いことなんで、カバーニ一人を攻めるのは違うと思うんですけど、最高にムカつきました。そんでまあフォワードがいない状況だったんで、このようなフォーメーションになりました。キーパーは相変わらずのデヘアで、左からルークショーを、今回ねバランが左でマグワイアが右でダロトになってて、で2ボランチがフレッチとマクトミネで、左からサンチョ、ポグバ、エランカで、ワントップブルーノという感じでございました。ブルーノをトップやるぐらいだからね、ラッシュフォードの信頼は低いんだなと思いましたね。ラッシュフォードワントップでもいいんじゃないかなとか思ったりはしたんですけども、ラングニック先生的にはやっぱラッシュフォードって感じだったみたいです。でな感じで試合の方振り返っていくんですけども、相変わらずうまくいかない、はっきり言ってクソな試合展開が続きましたね。いや久しぶりの、ね、ユナイテッドが楽しみすぎてね、いろんなことを忘れてしまっているのか、相変わらず俺たちはユナイテッドだみたいなサッカーをしてくださって本当に感謝というか、って感じでしたね。はい、で相手に結構攻められる展開が多かったような気がしますね。イヘアナチョだったから決められなかっただけで、実際バーディーだったら決められてたなみたいな攻撃はちょこちょこ受けておりました。そんで後半ですね、イヘアナチョに決められないでよかったみたいな展開が続いてたんですけども、最後の最後マディソンからイヘアナチョに決められてしまい 1-0 と、でそこから相変わらず得点決まった後のユナイテッドはね、みたいな感じだったんですけど、そんな空気をぶち壊したのがフレッチですね。パキパキだったフレッチ先生が1点返してくれて 1-1 と、でそこからバーニングフェイス来るかと思いましたが、なかなかうまくいくこともなく、ラッシュフォードが交代で出てきて、ラッシュフォード頑張るかと思ったら、ここ最近のラッシュを振り返るとマシなラッシュフォードだった気はしましたけど、エランガとチグハグしてうまくいかず、結果的に得点は生まれないまま 1-1 の引き分けで試合が終わってしまいました。はいって感じだよね。悲しいよね。ここまでバルセロナが持ち直しててさ、こんなにうまくいかないと悲しいし、気持ち的な部分ではね、この試合終わった後アトレティコの試合見たんだけど、気持ち的な部分でももう負けてるというか、あっちほどの団結力もないし、悲しかったっすね。推しチームがね、こんなにうまくいかないと、もうやってらんないよね。マジで。なんでこうなったか、ラングニック先生は頑張ってると思うから何とも言えないけど、やっぱ選手に問題があるのかね。いや、まあ良かった選手の話しよう。良かった選手の話して、もうちょっといろいろ振り返ようと思うんだけど、良かった選手、フレッチだね。今回のフレッチガチャは S ということで、攻守ともに本当に躍動してました。スタッツの方見ていきましょう。パス成功率は 16.6%、キーパス2、ロングパス1分の1、ドリブル成功5分の4。で、インターセプト2ということ。
ということで、攻守ともに頑張ってたんじゃないかなと思います。結果的に得点もしてくれてさすがって感じでしたね。でもう一人マグワイアですね。イングランド代表にふさわしいセンターバックだった気がします。今回に関しては帰ってきた感じがありました。代表で自信を取り戻したのかなっていう感じのパフォーマンスだったと思います。一応スタッツの方いきましょう。クリア4、インターセプト3と、デュエル地上は1回負けてますがほぼほぼ全勝という感じで、パス成功率 94.4 と、ロングパスも10分の7、まあいいでしょう。ここ最近のマグワイアにしてはめちゃくちゃ良かったんじゃないかと思います。ここに来てね、新教師右センターバックということで左センターバックを務めることが多かったんですけども、右だと今シーズンのマグワイアを振り返ると割と上位に入るマグワイアだったと思うんで、今後右で使っていくのかな。まあバラン左でも特に問題はなさそうだったんで、その辺はうまくやっていくのかなって感じでしたね。はい、そんな感じですね。良かった選手はこの2人ぐらいかな。まあブルーノとかも良かったっちゃ良かったけど、ブルーノは良かった時だったらもう得点してくれてなきゃっていう、そういうのがあるんで、今回ブルーノ良かったかっていうとって感じですかね。ラッシュフォードも今までに比べたら悪くはなかったけど、もうこれで悪くなかったみたいな評価だとラッシュフォードも限界説出てきちゃうからあんまり褒めれないんだよな。ラッシュフォードとブルーノは良かったよね、でも得点はなかったよね、でそれで彼らは悪くなかったみたいになるのは違う気がするんだよな。悪くなかったら得点してるんだよなみたいな、それぐらいの価値基準に置いとかないといけない選手2人だと思います。相変わらずマティッチは安定してました。ユナイテッド今7位ということになってしまいました。もう CL は厳しいか、正直もう無理か、無理なんかユナイテッド。底力見せてほしいところなんですけど、次戦う相手はエバートン。ミスタードニーと久しぶりの再会という感じでございます。まあエバートン倒して調子上げていくしかないよね。買い争いしているエバートンに負けてもしたらもう、目も当てられんよな。エバートン戦勝って立て直していくって感じですかね。もう CL 出場はちょっと、まあもう一回順位見てみますと、非常に厳しいですね。ファニレットも調子良そうだからな。焼き鳥屋ロンドンが解消していたのは本当に悲しかったです。うちも久しぶりに解消してよ。頼む、エバートン戦が解消する日であってくれ。まあチャンピオンズリーグ出場は諦めてませんのでね、補強にもかかってきますんで、その辺はまあウェイよって感じで、こっから良くなっていくことをね、まあポジティブにやっていくしかないかなと思います。移籍関係に関してはまた今週動画を出すと思うんで、動画の方チェックしてくれさると幸いです。また、ね、配信ないし動画でお会いしましょうってことで、ウェイ。